さて、今回はペインを使ってやっていきたいと思います。ペインを使ってほしいという声も多かったんですけど、DLC 第1弾の、先行配信っていうか、シーズンパスのやつ買って奥義賞あげたと思うんですけど、その中に暁の奥義が入ってなかったんですよね。なんであれだけ忘れたのか。暁だけね、おっと、ダウンロードの順番がなんか別なんですよね。だから忘れるはずないんだけど、なぜか忘れてましたね。あ、やべ、何？今何された俺。来いよ。準備完了だ。はいはい。ボルトの螺旋が消えるから。やべ。あぶね。オッケー。はいはいはい。いけ。よーし。なかなか入れれたな。地味に遅いんだけど、あのサンゴ礁。あれ。はい、あまし。螺旋が長えな。いけ、式神の舞。なんで今死んだ転生。やった。チクラダッシュされてるときに、いけ、きため。当たんなかったのか。画面外に出ちゃってますか。やばい。あば、ふい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 。よーし、いいっすね。あのキャラ変えてきた。ふいふい。あ、やばい、待って待って待って。こういうアマテラスとかね、今の術みたいなじわじわ来る系はちょっとあれですね。うう、痛い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 。はい、いますね。はい、まあ、あとはちょろっとやって終わりかな。集合しろ集合しろ。長いっすよね、あの暁の合体奥義は。めちゃめちゃかっこいいんだけど、すげえ長いっていう。ダメージどんだけ入ったのか。結局ね、あの合体奥義決めようと思ったら、あのちょっと、どっちが取った今。あら、ちょ待って、あーちょ待って、今のガードできるって思ったんだ。あ、チャクラねえのか。やっぱ苦手だなこれ。はい、結構死んだ転生は回転、あ、止めれるんだ。ちょ、相手チャクラ貯めて絶対あれ距離取って打ってこようとしてるっしょ。あれ、ヒサメまで飛んじゃった。まあいいや。やばい、危ない。これつかみか、扇じゃねえな、つかみだな。ちょ待って待って待って。はいはい、いけ、式神。よーし、覚醒さ、あー、やっべ、覚醒できると思ったのに。やばい、当たったんじゃね。あー、つかみか。ここぞとばかりにつかみを使って。最終戦、いけるわ、開始。うー、螺旋が来る。やべ、相手めっちゃ扇当てようとしてくるから。ほい、はい、
張り見つかっただろ、知ってんだぞ。はい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 、やばい、危ねえ、危なかった。この勝利は平和への一歩。というわけで最後まで諦めなければ、きっと長いな。暁の奥義をちょっと見せるっていう目的でやったんですけど、まあ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 、そこそこの試合はできたんじゃないかなと思います。まだ全然ランクが上はいってないんでね、ちょっとこれからランク上げに専念していきたいと思います。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。